中国ドラマ3つを紹介したいと思います。まず中国大ヒットしている、そして私のおすすめ、最後に日本語字幕がついていることです。こちらは中国版ジュアンというドラマなんですけど、日本語のタイトルが宮廷のいさかい目です。これは76話もあるんですけど、その長さを感じさせないくらいどっぷりとハマるような話なので、次は2つ目いきます。ただのイケメンドラマじゃなかったチェンジンリン、チンジャオレイを皆さんにご紹介したいと思います。これは2019年のウェブドラマです。中国での動画再生回数がなんと64億回を超えています。めちゃくちゃ人気です。私は YouTube で見てたんですけど、中国語のコメントよりも英語のコメントだったり、あとどこの言語なのかよくわからないような言語のコメントだったりがたくさんあって、ドラマで世界がつながったって感じましたね。ではでは、イケメンが好きなそこのあなた、アイドルが好きなそこのあなたへ、出演者をご紹介します。まず1人目、ショーちゃんです。日本語で言うとショーセイになります。この方はアイドル出身で人気が超絶高めな若手俳優です。中国の SNS ウェイボーのフォロワー者数が2500万人です。すごいですよね。はい、こういう感じです。顔が整ってて、ちょっと少年っぽいかっこよさですね。そして2人目がワンイボー、日本語で言うとワンイボーになります。同じくアイドル出身でめちゃくちゃ人気で、ダンスが上手くてっていう感じです。中国の SNS ウェイボーのフォロワー者数が3300万人です。ワンイボーも結構顔が整ってて、イケメンですよね。で、もともとファンが多かった2人なんですけど、このドラマでもっとブレイクした感じですね。そしてこの2人だけではなくて、他にも若手のイケメン俳優がたくさん出演しています。とにかく顔面偏差値が高いです。出演してる女優たちも可愛いです。で、これはどういうドラマかっていうと、ファンタジーでミステリーな時代劇ドラマです。小説をドラマ化したもので、原作の小説がボーイズラブの話なんですよ。だけどこのドラマでは友達以上恋人未満っていう微妙なラインに変えてます。というのも中国ではボーイズラブをドラマにできないので、なんですけどスタッフが頑張ってそのギリギリのラインを攻めてるので、その曖昧な感じでも十分楽しめます。じゃあ具体的にどういう話をしてるかっていうと、主人公ウェイ・ウシェンとランワンジーがあるきっかけに固い絆を結びます。正義の志が同じ2人が各地で起こる事件の謎を一緒に探り始めます。そしてある邪悪な陰謀が明らかになりますが、そこでウェイ・ウシェンがいろいろと意地悪をされて罪人として死にます。しかし16年後、死んだはずのウェイ・ウシェンがこの世に再び現れます。ランワンジーとの再会を果たした彼は各地で起こる事件の謎を解き明かし、16年前の過去から現在に至るまで誰が本当のワルだったのかを追求するという話です。その中で私にとって印象的だったシーンを2つ紹介します。まず1つ目、ウェイ・ウシェンが悪役の部屋を覗きに行くために、自分の魂を紙で作った小人に移して、この写真ですね、可愛らしい小人ちゃんですよね。悪役の部屋に向かう前に小人を使ってランワンジのヘアバンドを引っ張ったりして遊んでたんですけど、結構リアルに作られてるというか、なんかこう可愛いですよね。そしてランワンジがそこでビューナーって言ったんですね。これを日本語にすると、いいからもう遊ばないでっていう意味になるんですけど、そのじゃれ合ってる感じが最高でした。っていうのもランワンジがつけてるこのヘアバンドって、自分の両親か自分の最愛の人しか触っちゃいけないっていう家の掟があるんですよ。でもそれをウェイ・ウシェンの魂が映った小人に触らせるんだって、これはね、本当に見てて2人の間のそういうじゃれ合ってる感じにキュンキュンしましたね。そしてビューナーっていう言い方も恋人の間だった、あと可愛がってる相手に使う言葉なので、なおさらふーってなります。はい、そして2個目ですね。まずランワンジの家の掟として、敷地内でお酒を飲んじゃいけないというルールがあるんですけど、2人が出会った当初はウェイ・ウシェンがそれを無視してバリバリお酒を飲んでて、ランワンジにめちゃくちゃ怒られてたんですね。というのもランワンジがめちゃくちゃ家の掟を大事にする人で、なのに16年後再会した後はランワンジが自らウェイ・ウシェンに大好きなお酒を渡してあげたんです。しかもお酒を飲んじゃいけない敷地内で、もうキュンキュンしましたね。最愛の人のためならルールなんか全部どっかに飛んでけって、めちゃくちゃロマンチックって思って、それをうちの旦那に説明したら、え、どこがって分かってもらえなかったんですけど、皆さんなら分かってくれますよね、分かってくれますよね。まあ私が説明してもあんまり伝わらないかもしれないので、ぜひ皆さんで見てみてください。こんな感じでキュンキュンするシーンを2つ紹介したんですけど、こういうシーンだけではなくってドキドキハラハラするところもたくさんあって、ストーリーの展開も面白いので見ていて飽きない感じです。はい、では私的に印象的だったセリフも2つ紹介します。
我想带一个人回云深不知处，带回去藏起来。はい、これの日本語訳は、あの人を雲深くして所知らずに連れて帰りたい、そして彼を隠したいっていう意味なんですけど、この雲深くして所知らずっていうのが、ランワン家が住んでるところの名前です。なのでそこまで重要じゃないです。じゃあなんでこのセリフが好きなのかっていうと、まずウェイ・ウシェンがすごい世間から悪者扱いをされてる時に、で、ランワン家がウェイ・ウシェンのことを守ってあげたいと思って言ったセリフなんですね。当時は、オーマイガー、イケメンすぎ、早くそういう風にしてあげてって、キュンキュンしながら見てましたね。はい、そんなキュンキュンするようなイケメンセリフです。喝他喝过的酒。啊，受他受过的伤，中他中过的丝锥。哎呦！はい、ではこれの日本語訳が、彼が飲んだことのあるお酒を飲み、彼と同じような傷を負い、彼が育てたことも育てるっていう意味なんですけど、はい、ちなみにその子供の写真がこちらです。これもランワン氏がウェイ・ウシェンを思ってる時に言ったセリフです。ウェイ・ウシェンは周りから、世の中の一番の悪者はお前なんだって叩かれて、すごいしんどい十何年間を過ごしてきてて、本当の真実なんか誰も気にしてないって孤独と苦しみを味わってる中で、ウェイ・ウシェンが世界がお前のことを裏切っても、俺は絶対お前のことを裏切らないからっていう、無条件な信頼から来たセリフですね。最高なロマンチックをありがとうっていう感じです。じゃあこれを見終わった時にどういう感情を得たかっていうと、まず見た直後の感想は意外といいって思いましたね。ぶっちゃけ私はこのドラマが大ブレイクしたのは知ってたけど見てなかったんですよ。っていうのも私はアイドル系のイケメンにもともと興味がなくて、そしてボーイズラブの話にも興味がなくてっていう感じで、それである日中国の友達と電話をしてて、あれ見た方がいい、意外とハマるよって言われて、じゃあ暇の時見てみるわっていうのがきっかけだったんですけど、見てみたら予想以上によくって、ただのイケメンドラマじゃなかったんです。これがナンバーワンなのも納得っていう感じです。主人公2人の友達以上恋人未満っていうのも見ててすごいキュンキュンしましたし、本当に顔面偏差値が高いドラマだと思います。そして主人公の人間性がめちゃくちゃ魅力的です。ウェイ・ウシェンが昔少年のような天真爛漫で可愛かったのが、いろいろ経験していろんな困難を乗り越えられてきて、成熟したかっこいい感じに成長していく姿もそうですし、あとどれだけ意地悪されても正義を忘れずに最後まで情が深かったです。そしてランワン氏も情が深くって、ウェイ・ウシェンに出会うまでは何をするにしてもルールを守りますっていう、絶対私生活つまらないでしょうっていう堅苦しいキャラだったんですけど、ウェイ・ウシェンを守るために自分が大事にしてきた3000個もあるルールを破っていく。ランワン氏がウェイ・ウシェンに尽くしてるところを見て、徐々に素敵、好き、かっこいいってなりましたね。じゃあどういう方が見るのにぴったりかっていうと、まずはイケメンが好きな方、あとアイドルが好きな方、本当に顔面偏差値が高いのでね。そしてファンタジー、ミステリー系が好きな方、あと架空の世界の話なので、一切中国の文化を分かってなくっても楽しめると思います。あとはボーイズラブが好きな方ですね。これは最初に言ったように、諸事情によって完全なボーイズラブのドラマではなくって、キスシーンもなければ激しいボディタッチもないんですけど、なので私みたいに別にボーイズラブにすごい興味があるわけではないんだけどっていう方でもすごく見やすいんじゃないかなと思います。次はフィクション系が好きな方ですね。いろんな術を使って戦ったりはしますので、私はボーイズラブの作品を今まで見たことがなくてあんまり興味がなかったんですけど、やっぱりイケメンが主人公なので興味がなかった私でもすごい見やすかったです。ボーイズラブに興味がないという方はぜひ一度騙されたって思って見てみてください。意外といい意味で期待を裏切ると思います。はい、なので意外と面白かったっていうことで星4つです。じゃあこれはどこで見れるかっていうと、ワーワーで日本語字幕があるみたいなので、気になった方はぜひチェックしてみてください。続いて3つ目のドラマに行きましょう。三生三世十里桃花、永遠の桃花、三生三世ですね。史上初めてインターネットの視聴回数が500万回を超え、歴代1位を記録した大ヒットドラマです。ではということで、今日の動画が好きだったらいいねボタンお願いします。またチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バーイ。